大あまり島あまり島は、香川県小津群との象徴は座与島に位置する、島々の総称。また、特にその島々の中で、最大面積の大あまり島を指して使用される場合も、ある。吉島付近の空中写真格闘が、サスで繋がれている様子がわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地図もともとは、 北から弁天島、小余り島、中余り島、大余り島の島の四島の総称であったが、その後、弁天島は埋め立てで、小土島と陸続きになったほか、小余り島と中余り島は、法廷上一つの島として扱われるようになったため、現在は中余り島及び大余り島の二島の総称となっている。そのため余り島という名称も、 4島と呼ばれていたものが点火したものと言われている。面積は中余り島が8635.5平方メートル、大余り島が144366.6平方メートルである。島の最高地点は中余り島で20メートル、大余り島で44メートル。ちなみに現在は陸続きで、かつての弁天島に相当する部分の標高は16.3メートルである。 前頭とも地質は黒雲花崗岩で形成され、島の周囲では海食がけが発達し、黒松が白車聖書を形成している。大余り島では1950年に公益財団法人神戸 YMCA が余り島野外活動センターというキャンプ場を設置して以来、大余り島は全域が同法人の借地となっている。 電力や水道及び固定電話は引かれている一方、この島々が所属する、小豆郡との省庁あざよ島は、日本郵便株式会社から、交通困難地に指定されており、直接郵便物は届かない。瀬戸内海に所在する島で、交通困難地に指定されているのはこの島が、唯一である。この島々の特徴として、満潮時には、離れ小島となるが、干潮時には、 全島が、さすで一直線につながる、陸系島となることが挙げられる。この干潮時だけに現れる砂の道は、エンジェルロードと呼ばれ、道の真ん中で手を繋いだカップルは結ばれると、口コミで噂が広がり、恋人の聖地、縁結びスポットとして、小動島のパンフレットにも載る観光地となっている。ありがとうございます。